はい、どうもこんにちは。今回もパワープロやっていきたいと思います。今回も前回引き続き、桃鉄サクセスですね、やっていきたいと思います。見ていただいたらわかると思うんですけれども、すごい選手できてます。今ミート S、パワー S で、ほとんどその後は A というところですね。で、まあ一番の桃鉄のコツがですね、しっかりアイテムを稼ぎつつ、ボンビ、キングボンビーかなよりも、目的地に必ず、こう、着くというところ。で、結構経験値、その物件稼ぐと、もらえるんで、一番注意してほしいのは、999が上限なんで、忘れてたって言って、99以上を経験値もらってしまうと、もったいない話ですから、まあ、しっかりそこも見つつやった方がいいです。はい。でもう率直に思ったのが、こんな初心者でも、モードがどうとかってあるかもしれないですけど、こんな初心者でもここまで選手を育てられるというところなんで、正直最初からも初心者のブランクっていうのがあまりないかなというところですね。そっち率直に言うと。で、結構試合とかも自分ではコントロールできたりとかするんで、まあ8回からやるとか、9回からやるとか、で、自分の番しかやらないとかっていうのもあるんで、なんでまあ正直、まあやんなくてもいいですし、まあやったらやったで、経験値もらいたかったら、もうバンバンホームラン打って、試合こう流れ変えるっていうのもいいかもしれないですね。って思ったのがすごい楽しくて、桃鉄って皆さん、僕勝手な今決めつけ言いますけど、みんなお好きでしょ。僕実際好きだと思うんですけどね。僕もまあ子供時代、まあ桃鉄って子供時代に流行っては正直なかったですけど、ただ桃鉄にあやかって、ただの人生ゲームとか、そういうサイコロゲームってめちゃくちゃ流行ってたんで、なので、まあ中学高校時代にね、桃鉄に出会って、で、まあ世代的にはどうなんかな、30代、40代ぐらいが世代になってくるのかなと思うんですけど、ただ結構その親の影響とかを受けて、やってる人とかもいるんじゃないかなって勝手な決めつけなんですけど思ってます。まあ、とりあえず試合をやってですね、行きたいと思うんですけど、今回これ9回で選んだの、自分の番だけとかかな。いや本当にちょっとこんな飛ぶっていうぐらい飛びますね。高校生ですありえないですね、これね。打ち方もちょっとやっぱ好きですね。あ、これ、乱闘の、思いました、皆さん。僕、前回もそうなんですけど、変化球に、ちょっと弱いです。で、ここで、直していく。比較的皆さん、すごく簡単なんで、打つのも。変化球来たらちょっとうーんって感じですけど、それ以外だっても全然大丈夫なんで。で、なんとなく楽しいですね。これ前も言ったかもしれないですけど、自分のオリジナルの選手ができるっていうところもいいですし、あと今回は僕モデルに正直やってたんですけど、もうその経験値稼ぎすぎて手に負えなすぎて、まあでもそういうのも楽しいんじゃないかなって逆にね思っておりますけど、本当に楽しいですね。思ったのがなんかいろいろ腹立ちますけど、なんか個性的なキャラいたりとかすっげえ腹立つこといっぱいありますけど、ただその腹立つことも、ね、まあこう忘れちゃうぐらいな感じのゲーム性はあるんで、すごくいいと思います。はい。やっぱりなんて言ったって、その、桃鉄がまず面白いから、だから僕はそこが今めちゃくちゃ楽しいです。だってこれ誰が考えたんですか？この桃鉄って。日本中にこう、各地作って、サイコロ作って、やろうって言ったの誰？めちゃくちゃ尊敬しますわ。
っていうと、こっちも、あの、パープルもそうなんですけど、じゃあ誰がこんな、あの、選手を一人一人育てようと、まあ、サクセス作ったりとか、こうゲーム作ったりとか、誰が作ったんだっていう話なんで、本当そういう人は尊敬しますし、僕にはできないことですから、はい。本当ありがとうございますって感じです。で、一つ謝りたいことがあって、ごめんなさい、これ多分セッション4は基本時間めちゃくちゃ長くなっちゃうんですよね。多分これも結構まだ続くと思うんで、なんでそこだけちょっと謝りたいです。正直な話、こういったコメントとかも全部飛ばして、で、もう選手、強い選手救えるかみたいな、まあ高速プレイみたいのでもいいんですけど、まあ、とりあえず最初、その、桃鉄も始めて最初なんで、とりあえず今回はサクセスこう、こう、新しいものやる場合は、もうこういった感じで、1セッション1セッションに分かれてやってって、で、2周目からは基本もう飛ばして、で、もう、ギュッとして、まあ20分、30分ぐらいにまとめた動画で、まあ選手、スタメンは埋めたいんで、基本。なんで、スタメンぐらいなサクセスをやりつつ、でもなんかチャンピオンリーグとかやってるみたいなんで、ちょっとそれもやってみたいって思ってて、なんでまあ、そのためにはやっぱ選手を、スタメン、あとピッチャー控え、で、野手の控えとかを作っとかないと、厳しいかと思うんで、とりあえずは、サクセス。で、とりあえず全部のサクセス一周してみて、で、合うやつを、ちょっと、合うやつで選手を作っていこうかな、という形で。はい。で、次、ちょっと、考えてるのが、まあ、もうすぐで10連できるぐらいのガチャの、こう、ダイヤみたいなのが溜まったんで、でもとりあえず次回は、ちょっとスタジアムをやりつつ、ガチャもちょっと回していきたいなって思ってます。で、そんなこんなで、今、だいたい終盤に差し掛かってきたんですけど、見てください、これ。もう、パワーえげつなくないですか？パワー100で。で、一つちょっと気になったのが、S になるまで、S になるのって90じゃないですか。で、90から上の100まで、こう、上げる必要性があるのかどうかって、とか分かる人いるかな？もう正直90いっちゃえば S じゃないですか。S で90から100に上げても、そのパワーって変わるのか変わらないのかちょっとわかんないですよね。後で調べてみようかな。あ、地味にこのなんか変な、ブクブクの人からもらうゴールドカードはめちゃくちゃ嬉しいです。ね、初心者がね、こんなところまで、ね、なんか、いけることがすごくて、多分僕が、すごいわけじゃなくて、このゲームがうまくこうできてるんでしょうね。だから初心者でも離れない程度な、こうゲーム設定というか、それは絶対あると思いますよね。だってめっちゃ楽しいですもん。もうゴールですから。このゴールした時の、もう快感ったらもう日常的に味わえないですからね。本当に皆さん、桃鉄やってないですか？僕、めちゃくちゃやってると思ってたんですけど、ここ最近スイッチでも出てますしね。本当、おすすめで。てか、一発がでかいですね。なんか、コツコツじゃなくて、一発がでかいのって、なんか、努力感じてて、めっちゃ嬉しいです。まあ、とりあえずね、これもう多分終盤なんで、別に物件買ったところでっていうのは正直あるんですけどね。実際ですよ。多分ね、そんなもらえないと思うんで。で、やっぱりその能力っすよね。能力、多分本当に特殊能力のやつを覚えさせて、で、なんかいろんな種類のこう特殊能力を覚えさせると、やっぱ選手のレベルも上がりますから、それをちょっと目指したいですね。
さあ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 、お、6月になっちゃいましたね。お昼寝カード、次目的地どこだ。稚内、北海道っすね。は、だからこう桃鉄が好きな理由っていうのもう一つあって、これ各地のこう地方とか名前とかもわかるじゃないですか。だから勉強教材なんですよ実質。はい。でこれで、あ、じゃあこういうとこ旅行行きたいなとか調べたりとかっていう、あ、新幹線カード買おう、うん、っていうなんかこうきっかけになるんですよね基本的には。だからおすすめなんですよ。あ、結構もらえるな。35か。稚内ってちなみに北海道どこら辺だ。確か北海道ってあれですよね、めちゃくちゃでかい、一番でかい県ですよね。県というか、まあ北海道っていうところですよね。都道ですよね。ごめんなさい、バカ出ちゃいましたね。行きたいですね。だから学生時代ってここの多分神奈川住んでる人とか東京とかかな、そういう人たちって大体修学旅行栃木なんですよ。栃木の日光とかで、中学の時どうだったかな、中学の時も日光、いや僕全然覚えてなくてですね、確か中学の時も日光だった気がする。いや違うな、鎌倉行って日光行ったのか。あ、今めちゃくちゃゲームと関係ないですけど、で高校の時は沖縄かな、沖縄行って、やっぱでも沖縄が一番楽しかったですね。基本やっぱりその関東圏内は基本行けるんで、まあ大人になったらの話ですけど、でもふと大人になった時にまたちょっと沖縄とかと学生時代の時では楽しめなかったようなことをちょっと沖縄でやってみたいなっていう発想になりましたね。でもそういうのって学生時代の時には一切なかったんで、だからちょっと今年の冬秋、春ぐらいには行きたいなと思ってるんですけど、皆さんに聞きたいんですけど、沖縄ってどうなんですかね、冬のシーズンとか。案外寒いんですかね、案外暑いのかな、逆にどうなんか、暑いイメージがちょっとあって、これ冬に行ったら本当どうなんのかなって、そこそこで楽しみなんですよね。だから本当に年末近くで行ってやろうかなっていう思ってるんですけど、まあそんなこんなであと9ターンになっちゃいましたけど、実は意気込みがありまして、今回は甲子園優勝しますというところですね。前回もマジで敗退しちゃってるんで1回戦で、なんで今回の目標については甲子園優勝、うん、夢はでかく、ドリームをつかむんで、ちょっと格好つけてますけど、まあ今回、まあここはもう基本なんか、うん、もういいです。うん、でもうすぐで多分ね、桃鉄も終わっちゃうんで、これ確か6ターン7ターンぐらいで終わっちゃうのかな。めっちゃ寂しいっす。あと決済来ますもんね。でもなかなか行けたな。場所変えとく？エマさんと68マスこれコールできるかな、みんな。あと7マスだけど、なんかゴールできそうじゃない？でバカなんですよ、3マスの方を選ぶっていう。ただこれには一つ理由があって、6マスの方選んだりとかするとあと1マスじゃないですか。で1マスって逆に出ないかなっていうちょっとことを思いまして、じゃあ逆に4マスだったら出るんじゃねみたいな感じで3マスにしました。割と計算高いんです。あんま考えてないです、今後付けて考えましたけど、ね、
なあ、どうしよっかな。なんか左側のいらなくないですか？特なんとかレー。なんか膝爆弾は解消してくれましたけど、どうなんすか。あ、もう、え、待ってください。これ終わったの？完全終わってないですか？あー、終わったー、終わったよー。もうやる気なくなっちゃいましたね。さあ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 、あーやばいっすね。999のとこありますね。やっぱりその、足のところがですね、結構溜まっちゃいますね。だ、総力ももう基本、限界突破してやんないといけないのかなって、思いますね。あーでもここもう S4 ですからね、もう。なんか、あんま見たことないですけど。こんな感じで強い選手作れると思ってなかったんで、普通に桃鉄、最初始めるときマジ、ああ、こんな面白いサクセスだったのやろう、みたいな感じだったんで、こんな強い選手ができると思わなかったっす。もう S7 ですし、ちょっと自分でもびっくりしてます。さあ、とりあえず、まあ、試合まで練習やって、で、甲子園優勝しましょう。僕ならいけるんで。やっぱね、学生時代にできなかったことが今やれてるんで、皆さんどうですか？学生時代はもう全員が全員だって、甲子園でじゃあ優勝しましたとか、県大会で優勝しましたっていう人なんて一握りじゃないですか。だから、こういったゲームというかね、まあ、まだ学生時代は終わっちゃいましたけど、まあ、僕らの人生ってまだ終わってないんだぞっていうのを体現してますよね。まあ、本当に、ごめんなさい、何言ってるかわかんないっていう人の方が多いと思うんですけど、はい。おすすめです。基本的に。で、ちょっとさっきからちょいちょいやってるんですけど、海岸っていう、あ、読み方合ってるのかわかんないですけど、ちょっと今稼ぎすぎちゃったんで、で、もう、ここに全ベットして、全ベットというか、まあ、500しかいらないんですけど、ここにベットして、特殊能力をもらおうかなと。で、何がいいのかわかんないんで、本当にわかんないですけど、もう一回引き直して、何が出るか。スイープ！何ですかこれ。なんか寝る能力が良くなるとかですかね。まあいいでしょう。とりあえず、これわかんないんで、一回確定するっていうのもいいかもしれない。あ、結構来てますね。今日金の特殊能力が多分一番いいんで、はい。僕の見解で言うとなんですけど、はい。さあ、あと6ターン。ちょっとね、もうソウルやりたくないですね、もう。だってもう、嫌ですね。ポイント余りすぎてて、もう、総力のやついらないですからね。さあさあ、来ました来ました。なんでやねん。こんな、わーわーって幼稚園生みたいなの走ってて、10年に1人の逸材だ、みたいな。割と10年に一応結構出るやないか。すごいじゃない。さあ、まあでもだいぶ試合までに調子良くなってますね。こう、ミヒネリートの監督ね。来ました来ました。3番かい。すげえ名不詳なっすよね。こんなやつを。ねえ、3番バッターに持ってくるって。まあ、逆に節穴じゃないのか。逆に、良さげなんかな？ちょっとわかんないですけど。で、今回は、試合は全部9回からにしようと思ってます。なんでかっていうと、大体先行なんですよ。こっちが。なので、もう、9回で、もう勝ち越ししてたら、基本ピッチングしかないんで、なんで8回ってやるより、いいかなって
もうめんどくさくないかなと思って、それで行きたいなって思います。これ僕初めて知ったんですけど、上限プラス2とかってあれなんですね。だから上限突破できるんですね。っていうことはやっぱり90とかよりも105の方がいいんですね。で100よりか102とか105とかの方がいいってことですよね。どこまであるんだろうこれって、 S 何とかまで。この上のやつはランクなんでわかるんですけど、ここの数値的な部分で言うと今 S1 しか出てないですけど、 S 何まであるんですよね。なんかそれ S より上だったら面白くないですか。 SR とか SSR とか、もう完全にレア度なんですけど、こういうことです。皆さんこれを狙ってました。最後ピッチングさえやっとけば、あの逆転とかないんでですね。で僕あの思ったのがというか気づいたのが、ずっと白いところナイスピッチングとか入れちゃうとスタミナめっちゃ消費して、どん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 ゲージがちっちゃくなってくるんですよ。なんでちょっと吸収を織り交ぜてちょっと打ち取ってこうかなと。今もそうっすよ。今度必要だったら全然僕のこうね配球講座とかありますよね。誰得なんだっていう話。いや結構勉強したんですよ学生時代。まあ ここではあんまり正直適当ですけども、今のバッターの反応がこれだから次これ投げた方がいいとか、このコースに投げた方がいいとかやってましたよ。こんなやつがあって思うかもしれないですけど、今できるかっていうと正直わかんない。まあこれもうじき終わりますわ。これちょっとやばいですね。ちょっと打たれましたね。投げてたら打たれましたね。普通にこいつやるな。大丈夫です。まだ大丈夫です。まだいけますね。はい、ゲームセット。いいですね。よかったよかった。ちょっと安心しました。これで負けたらたまったもんじゃないですからね。さあ、甲子園出場しました。これであと2回勝てばいいのかな？わかんないですけど。あと4ターンで。お！やっぱモテモテですね。現実はどうなんだ？現実でモテてよ。ってな感じでやっていきましょう。またソウルやりちゃいましたけど。なんかね、ソウルしか光ってないんだもん。で、もう完全渋いっすね。物件。あんな高い金払って買ったのに。ほんと渋いっすね。見返りがほんとに何もない。現実だったら相当やばいっす。ちょっと可愛いっすね。はい、今回も9回で。さあ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 。まあ特殊能力はね覚えときたいですけど、結構いいスキルでしたね。スイープ、さっきの切っちゃいましたわ普通に。さあ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 、これで勝ち越ししとけばいいんですよ。あ、もういいっすね。もう僕のあの仕事を終わりっすわ。早く打ってもらって、早く凡退していただいて、早く次の試合行きましょう。いやーやっぱパワープロってストライクゾーンバグってますよね。思いません？ここストライクなんだっていう。だとなんか明らかにあのカーブがあのショートバウンドしてるのにストライクってなんだっていう話とかもあったりとか。今のもストライクゾーンですから、ね。桃太郎電鉄、ここは何としても抑えたい場面。相当バグってますよ。だからイカサマ審判みたいな感じですよね。だからどっちからもワイルもらっていいんじゃないかっていう。投げた、これも空
球に魂を込めて投げ込みます。ありまーす。犬山。よし。インコース低め。いや簡単っすね。そもそもナイスピッチングで投げればみんな結構空振りしてくれるんですけど、うん、ただそればっかり投げてたのも終わってるんで、さあさあさあ、じゃあラスト試合じゃない？残り1ターン？違うな、残り3ターンか。あ、違うな、残り1ターンか。来ました来ました。あ、これ勝てば優勝って書いてあった今。さあさあさあ、やりましょうやりましょう。このキャッチャーいいっすねマジで。いや今プロ野球に正直打てるキャッチャーってあんまいないじゃないですか。でドラフト見た方ならわかると思うんですけど、本当に打てるあのキャッチャーでも少なくて、で大阪桐蔭の、シオン君、松尾シオン君か、大阪桐蔭のね。で横浜取りましたけど、いやでもね正直あの分かる人は分かるんですけど、中村翔成っていう、あの甲子園でホームラン6本、あの清原の記録超えた子もいたんですけど、なんかやっぱり金属打ちで木のバットに全くなれず、まあ、まだ戦力外にはなってないですけど、まあ、もしかしたら来年とかで構想外とかになっちゃうんじゃないかなって自分の中で予想してるんですけど、あれはあのまあ守備は上手いんでね、ただ甲子園のインパクトがあったからゆえ、だからあんま起用されないですよね。あれは基本的に5年とか10年かけていいキャッチャーとかバッティング打てるように長期で考えればなんか分かりやすいかと思うんですけど、なかなかねそういうこといかないんでね。ねえ、皆さんどうですか今年の日本シリーズですね。もう終わっちゃったんですけど見ましたかね皆さん。いやもう僕的には、まあ、正直1試合丸々見る日ってあまりなかったんですけど、ただプロ野球ニュースとか最後の一戦は見てたんで、いい試合でしたね結構。やっぱりオリックスって何年ぶりでしたっけ、29年ぶりでしたっけ優勝が。だからそんぐらいいい試合もしてましたし、やっぱドラマもあり感動もありって感じでしたね正直。あ、今回は8回からやります。はい、なんか決勝っていうのもあるんで。いやでもだいぶドラマありましたよね。最後の試合見た方ならわかるんですけど、ヤクルトの誰でしたっけ、メテオじゃなくてマーティンじゃなくて、あの外人がホームラン打ったじゃないですか。あそこで4点返して5対4ででもさえ結果抑えられるみたいな、あれはねもうワンチャンあるんじゃないか、ワンチャン逆転するんじゃねえかって思いましたけど、ただやっぱりオリックスの強さが光りましたです、この土壇場のところで。こういうチームがやっぱ強いんだなと。もう完全にでもヤクルトと真逆ですから、ヤクルトはもうバッティング重視、まあ、外人も多いですしバッティング重視で、オリックスの方になるとピッチャー重視ですからね。ピッチャー強いとね、得点が小得点でも抑えていけば実際いけますしね。すいません、キルワにこんな技があったなんてちょっと聞いてないんですけど、たまに雷が、こんなん誰も打てないですよね。てか打ったらしびれるんじゃねっていう。ああちょっと待ってくださいね、ちょっと真面目にやれよキルワ。いや強っ、
で、どういう角度で曲がってるの？これシュートに似てますよね。ちょっと、まあ、シンカー寄りのシュートみたいな感じですよね。急に曲がってくるんで、なんか、あれですね。高速シンカーみたいな。あ、高速シュート。その割には打たれてんの。頑張れ。あ、高速シュートだ、これ。あれです。電撃が走ってるだけです。そうです。それだけでした。すいませんでした。まあ、それにしても出ねえよな。ほぼ。さあ、ここは守備を変えてくるようです。さあ、行きましょうか。まあ、4点も取ってるんでね、基本的にね、いいとは思うんですけど、ちょっと負けでいきましょう。ホームラン打ちたいっすね。福岡さん、ピッチャー福岡さんですね。福岡行きたいっすね。やっぱ桃鉄でやるとね、何でも名前も何でももうやりたいって思っちゃう、行きたいと思っちゃう、ね、ちょっと巻きすぎないか。ちょっとホームラン打とうよ。スターターやろうか。カーブもね、よく曲がりますよね。お、来たよ。来たんじゃないですか。おい、ちょっとギリギリでしたね。オッケー。パープルになると一気にぶっ塞ぐになりますね。決まってストライク。第2球投げました。ストライク。あー、やばいっす、皆さん。第3球を投げました。もうやばいです。第4球を投げました。あ、来ました。はい、1点入れました、皆さん。さすがキルアです。さあ、インピ、来ました。私、インピ、これ、ホームラン打ちたいです。あ、ストライクなんだ。来ました。141メートル飛んでるし。こんな高校生いねえよって感じ。見送ってストライク。さあ投げた。ボール。まあ、ボールだよな。第3球を投げた。シンカー見送ってストライク。じゃあもう大丈夫かな、これは。次は4球目。優勝の瞬間。投げた。打った。あ、ちょっとずれましたわ。さあ、最終回のピッチャー行きましょう。この回のトップバッターは石崎。頑張って、これ。ポンポンって打たせたいですね。基本的に。もうなんかヒット打たれたりとか三振とか三球なんか投げないときにめんどくさいですね。低め。今気づきました。キラーがナックル持ってることに。いますね。割と見ますね。次は五球目。初球見逃し。いい球。素晴らしい。代打は変わる。第9。さあ、打球投げました。打ちました。初球打ち。ピッチャーの投げ抜けた。川西ヒットを放ちました。ピッチャー交代してるから。ああ、できないな。第9。一応監督だぞ俺。ストレートによってストライク。投球これから2球目。これやっぱすごいっすね。さあ、ナックルいきますよ。はい。さあ、これで終わりだ。いいですね。まあ、もう7点入れてるんで、もう安全圏かなと思いますけどね。それにしてもストレートちょっと遅いですね。外れてるよ。ちゃんとして。ストライク見ました今、ショートバウンドしますから。
こんなのがストライクにならないです。来ました、優勝です、初優勝です、桃太郎伝達優勝、飛ばします。とうとうやりましたね。もらえる経験値違いますからね。よし、少し嬉しいですね、やっぱり。こいつ裏切り者め。さあ、そうですね、これでこれは結構即戦力になりますね。やりました皆さん。これドラフトも1位だろう、間違いなく。これで1位じゃなかったら本当意味わかんないけどな。え、たまたま大学にいい人いたんだろうな。はい、いやこれで1位じゃなかったらもう意味わかんないって、まあ、2位だったよ、まあ許したろう。こいつやっぱ可愛く見えるな、ちょっと古い感じがいいわ、すごい。ちょっと惚れてきました。ホームランボール、さっきもこれなかったか、なかったか。じゃあこんなとこで、まあこのサクセスは終了ですかね。あのこれからはですね、一応次はやっぱスタメン埋めないと始められないというか始まらないんで、とりあえずピッチャーキャッチャー ピッチャー野手っていう風に交互に作っていきたいと思うんで、まあ、今これ叩いてるのキャッチャーかな。次はファーストさせます。はい、さっきの順番は何だったんだって話ですけど、でその次はピッチャーいきます。とりあえずピッチャーキャッチャーピッチャーキャッチャーで次回からやっていきます。はい、最後能力アップですね。こんなちなみに強い選手が作れると思ってなかったんで、マジでビビってます、正直。次自分の中でもああやってやったわって思ってます。でも多分もっともっといい選手作れるんでしょうね。これ正直全然メンバーとかもレベル上げしてないですし、何もしないんで。いや、すごいな、みんなやっぱり。来ました。SS です。SS。SS 来ましたよ。で、しかもこれ、他のモードで、例えばこれは桃鉄で前回は、ダイヤのやつやりましたけど、他のモードも多分めちゃくちゃ面白いと思うんですよ、ゲーム性が。ってことは毎回毎回面白いのをお見せできるんじゃないかなって思いますんで、まあ、一番は多分動画見てもらって、その自分でやってみていただいた方が一番楽しいかと思うので、こんなのもあるんですね、集客集とか書くとか。あんま何入れるのか分かんないですけど、どうなんですかね。もしかしたらスタジアムとかで使えるのかもしれないですね。まあどうなのか分かんないですけど、まあまあまあ、でもとりあえずですね、サブポジとかいるんですかね。いらないと思うんで、全部あとは特殊能力で吹っ切っちゃいたいですけど。せっかくこんぐらいまだあるんで、もったいなく使いたくはないんですけど、とりあえずですね。固め打ちですね。僕どちらかというと悪球打ちだったんで、よくも悪くも。で、ちょっと結構切れられてましたけど、覚えられるものは覚えておきましょう、これ。まだいけるぞ。いいっすね。
マジで本当覚えられるもん覚えておきたいですね。ラッキーボーイ。もう結構ラッキーボーイですけどね。あと1で上がります。わあ、ギリ上がんねえかなこれ。上がんない。いや、ほんとあとちょっとなんですよ。右上見てもらったらわかると思うんですけど、あと1つで SS1 です。いや、マジか、マジか。うん、これでも上がんないですもんね。まあいいですわ。はい、じゃあ皆さん、今回できた選手がまあこんな感じですね。うん、 SS ランク、まあでも上出来じゃないですか。結構覚えてますし、もう能力もめちゃくちゃ高いんで、これはもう僕の中でも自己ベストですし、よくできた方だとは思ってます。で、まあ次回なんですけど、次回はまあさっき言った通り、あのガチャ、まあ結構溜まってきたんでガチャ回すのと、あとはもう一度ちょっとサクセスを分回して、なんか経験値も多くもらえるってサクセスあったんで、それでやっていこうかなって思います。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。